だけだ。このままでは織田家が承知つかまず。よくぞ申し。信長公の次男とはいえ、いささか織田の復権のために戦うわけではない。御意。甲斐信濃があらかた片付いた今が織田の残党を担ぎ上げ、秀吉様に逆らうなど。家康殿にも天下にかける思いがあるじゃろう。家康殿は名うての戦上手。はっ、秀吉様の。家康殿は小牧山をがっちり固めとる。別動隊で敵の後方を脅かして揺さぶるか。そのために三河へ攻め入るのですね。その指揮お任せくだされ。秀次様の補佐は私にお任せを。夜明けまでが勝負。急ぎますぞ。別動隊を蹴取られちゃならん。敵の正面で暴れて目をそらすんじゃ。とことん見よう。小畑城で家康を見たって兵が噂してるぞ。あの野郎、小牧山にいるんじゃねえのか。家康がわざわざ自ら最前線に出るだと。何か狙いがあると見るべきだな。清正たちがうまくやってくれればよいが。清正だけなら心配いらんだろう。だがついと思うのが問題だろう。そう、また一つ。家康なんざいねえじゃねえか。あの日でも見間違えたか。誤りであればよいが、すでに移動した後だとするなら。敵の守りが固い。どこに進めば蹴取られる。味方が注意を引いてくれればよいのだ。急げ。なめるな。手柄を上げる。目を狙う。この程度でこれを止められると思うな。なんで夜中に自殺してんだ。おめえら家康なんて正面から吹っ飛ばしてやるのによ。まともに当たれば被害が増えるだろう。これは膠着状態を打開する秀吉様の策だ。わかんねえ。あ、泣いてる。切り暴れてやる。馬鹿城に敵だと。急げ救援に向かうぞ。開門。
もっと敵の注意を引きつけるんじゃ。敵軍を果たす。開門。お、敵が続々と小畑城に集まってくるぜ。秀吉の狙い通りだな。僕の身、なんじゃ。やるではないか。覚えておくぞ。ほう、また一つ。ほう、また一つ。この程度で俺を止められると思うな。敵将、討ち取った。よし、これだけ成果を上げりゃ陽動には十分じゃろ。そのまま走り続けろ。開門。多様な三河の奥深くにまで敵が。何としても食い止めるのじゃ。だからな。敵ながらあっぱれなやつだぜ。ちょっと感動した。血を踏み荒らして無事に帰れると思うな。家康にはめられた。三河奇襲は中止じゃ。撤退するぞ。秀次様、そのご立派な武器は退却には不向きかと。逃げ足の速い大将だよ。奇襲に感づき備えをしていたならば、家康の本体も間もなく現れよう。秀吉様を手玉に取ったというのか。徳川家康、油断ならぬ相手だ。なんは羽柴秀次、三河の身に貸しては返さぬ。忠勝の足止めか。こうはでかいだろうが、なかなか難儀だ。秀次を逃すな。一気に畳みかけよ。家康殿、してやられたい。まずは秀次の撤退を済ませてから反撃じゃ。徳川の陣に忍びを放て。浜松城が落ちたと噂を流すのだ。情けなし、敵の技法に踊らされるぞ。ありがたい、これで少しは守りやすくなった。作戦に失敗し、お前の面に逃げ帰るなどと。確認の上は差し違えても家康の
首を。すぐ様を必ずお守りし退却いたします。いたしました。最善を尽くし秀吉を討ち取ってまいります。家康殿の大義名分はなくなる。家康殿に一泡吹かせちゃるで。
とは。見上げてやろうとぜ、お前は。もっと手柄を上げる。上を狙う。走り続けろ。こう、また一つ。かようなところでつまずくとは、油断があったか。また一つ。こたびのことは不幸な行き違い。この猿、信勝様にご恩はあっても恨みはござらぬぞ。おう、無論よとて同じこと。猿、いや、秀吉殿、和睦といたそうぞ。この辺で手打ちといかんか、家康と。秀吉殿の手で大変。もちろんじゃ。わしが道を。秀吉さん。わかり申した。そうか。そう。徳川家康。そう。